水保駅は、北海道を別したよろ町31線にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W45、電報略号はスホ。一部の普通列車は通過し、2020年3月14日、改正時点では、上下各4本が停車する。1977年の水保仮上工場と、周囲約500メートル範囲の状況。 上が、なよろ方面。旭川側に31線道の踏切がある。周囲にはほとんど民家がない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する、地区名より、短式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは、線路の西側に存在する、分岐器を持たない、防線駅となっている。 仮上工場に出自を持つ開業時からの無人駅ホーム南側の出入り口から少し離れた位置に待合所を有する。かつては駅舎だけでなく待合所もないホームのみの駅であったが、地元住民の手により待合所が建築された。正面の両側に白地に青い文字で水穂と記載された駅名板を掲示している。ホームは木製デッキ式で、 朝日川方にスロープを有志駅施設外に連絡している。有効町は一両分である。待合所正面から向かって左手側に肩流れ屋根付きの自転車置き場棟が設置されている。トイレはない。1日の平均乗降人員は以下の通りである。畑の続く中に位置する。当駅の少し北が渋別市と名寄市の境界である。駅周辺は畑だが、 直線2キロメートル弱の東側に落農集落がある。水ほかり上校上に関するカテゴリー。ありがとうございます。